練習で好調なバッティングを見せている大谷選手ですが、オープン戦の3試合を欠場することが確実に。その理由を探りました。颯爽と走りながらグラウンド入りした大谷翔平選手は全体練習に参加しウォームアップ。チームメイトと談笑したり、さまざまな表情で笑いを誘ったり、そしてもみもみと筋肉チェックをするなど積極的にコミュニケーションを図っていました。今日は2日連続で屋外でのフリーバッティングを行わなかった大谷選手ですが、日本時間の土曜日、キャンプ3度目のフリーバッティングで見せました。右に左に柵越えを連発、驚異的なパワーを見せつけます。中でも推定150メートルの特大弾を放ち、このポーズ。この日は26スイング中13本の柵越えを放ち、仕上がりの良さをアピールしました。バッティングが好調に見える大谷選手、日本時間23日から始まるオープン戦について突如監督から驚きの発言が出されました。ロバーツ監督は大谷選手が初戦から3試合連続で欠場すると明言したのです。He knows his body better than anybody, and he's very aware of his body. He's been through this process before. You know, for the organization to say this is what you have to do, I don't think that's the right. なぜ欠場となったのでしょうか。メジャーリーグ評論家、秋猪瀬さんは、まだおそらく自分的には生きた球を打つ、ここまでの準備はまだできていないんだっていう判断で、その練習試合オープン戦を欠場する、まだ出る時期ではないという判断をしたんだと思います。周りが あのすごいフリーバッティングを見せたり、体つき もうものすごく仕上がっているように映るので、周りが勝手に先走っているだけで、大谷選手本人は今やるべきことを粛々とスケジュール通り進めているんだなっていうところだと思います。大谷選手は数日中にも実戦形式の打撃練習を行う予定で、新天地での実戦デビューは26日に本拠地で行われるアスレチックス戦以降になりそうです。大谷選手のトレーニングをめぐり新たな出会いもありました。フィジカル強化中心のトレーニングを行った昨日、大谷選手が高々と放り投げているのは重さおよそ 4.5 キロのメディシンボール。その高さ、大谷選手 4.5 人分、およそ8メートルです。この練習に興味を持ったのか、2人の子供が飛び入り参加。投げてみますが、大谷選手のようにはいきません。実はこの少年、 MVP フリーマン選手の息子、チャーリー君7歳。落ちてきたボールが当たりそうになり逃げる場面もありました。先週フリーマン選手はこんな話をしていました。And the first thing Shohei said to me at Yamamoto's thing is, where's Charlie? For someone to remember your son's name after meeting them 2 years prior and wanting to meet him. And 大谷選手がチャーリー君と初めて会ったのは2年前のオールスターの時。大谷選手はこの時のことを忘れずにいたのです。そして昨日、フリーマン選手が見せてくれた写真には、笑顔を浮かべた大谷選手と一緒に写るチャーリー君の姿がありました。So here's the picture with Shohei. And then he came back to the locker and look at this face. That's how you make a seven-year-old happy right there. So. 開幕戦まであと1ヶ月。日本とアメリカで大谷フィーバーが続くことになりそうです。